千人の前に何週間か前に、先をちょんぱして切って、カットして仕立て直したんですけど、その時に取れた葉っぱがこれ。これは生えてる葉っぱで、そのまま何週間か放置して、この葉っぱもダメになるかなと思ったけど、今見るとこれ、こんなとこから根っこが生えていました。これはどうかな、これも生えてるのかな、こういうところは。仙人の場合は、カランコエの仲間で、カランコエって言ったら、月閉じが有名なのかな、モケモケで、葉っぱはさししようと思ったら傷がついてたら、傷をこう葉っぱに一つ二つつけたらそこから発光するっていうのと似てるかなと思って。こんな変なとこから普通はこの先から芽とか根が出るんかなと思ったら、こんなとこから根が出てるのが不思議だなと思って、あ、じゃあこれでうまくいけば発根するかな、発根じゃないか、根が出て、また小株出してくれるかなということで、穴を開けて、こっちの方へ行く、こっちに穴を開けて、こう埋めてみようかなって。そしたらこの葉っぱからもうまくいけば小株が出てきたりするのかなと、ちょっと期待してきます。で、ちっちゃい方も、根っこっぽいのがこことか、こことか、ちょっと見えるので、これもそうかな。これも、これに刺して、よし、また、何週間、1ヶ月ぐらい、寒くなってきてるから、カランコエは、冬は苦手な品種が多いと思うので、このままこの状態にしておいて、よし、1ヶ月後ぐらいにまたどうなるか様子見てみようかなと思います。では、ちょっと不思議な仙人の舞でした。